今回はユピテル最新レーダー探知機 YK2000 シリーズに新たに追加された K バンド警報タイプ設定の比較検証動画をお送りします。設定の概要はこの動画で説明していますので、こちらを先に見ていただくと分かりやすいと思います。 K バンド警報タイプ設定は収録された都道府県ごとのオービス配備情報と現在地の情報をもとに、 K バンドオービスが配備されている地域では受信した電波をすべて警報する警報優先で動作し、配備されてない地域では受信した電波が取り締まりに関するものかの識別をして誤警報を減らしてくれる機能です。取扱説明書を見ると、警報優先は警報回数が多くなり、識別優先は警報回数が少なくなると書いてありますが、実際にどれくらい違うのか気になったので試してみました。左が YK3000、 右が YK2000 です。形状は違いますが機能は同じ機種となってます。設定については YK3000 を自動切り替えに設定し、 YK2000 は識別優先固定にして、レーダー警報以外の警報機能は全てオフ。レーダー受信感度は初期値の AAC、ASS にしています。自動切り替えにすると、配備されているオービスアイコンが表示されます。私の場合は、JMA の配備情報がありますので、警報優先で動作している状態となります。では、警報優先状態と識別優先状態でどのように変わるのか、実際の様子をご覧ください。
をまとめてみましたが、いかがでしたか？警報優先の方は定かではないですが、おそらく周囲の環境や車の安全装備などに反応しているであろう場面でも、識別優先固定の方はちゃんと誤警報と識別して警報をキャンセルしてました。ここまで誤警報を抑えてくれるとは思ってなかったので、正直驚きでした。でも完璧に見える識別優先ですが、残念な点がありまして、自動切り替えの識別優先時や識別優先固定にしているときは JMA の警報ができないことです。 JMA が確認されてる地域ならやっぱり受信できる設定で使いたいと思いますので、現状では K バンド警報タイプは自動切り替えにしておいて、誤警報が多いときはレーダー受信感度設定を変えて様子を見るしかなさそうです。今後識別優先時にもJMA の受信に対応してくれるよう期待したいですね。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。